調査団のメンバーだ。話を聞いてみるとしよう。お疲れ様です。はじめまして、ウィッチャーの旦那。俺は調査団の技術者、部分確保専門のもんです。ここで団内装備を融通するよう総司令から言いつかってきました。旦那が使い慣れた剛物とはいきませんが、いずれもいいものを用意しましたんで、装備を変更したときはいつでもおっしゃってください。狩猟笛しかないよね。ありがとう。これが古代樹の森か。闇雲に歩けば迷うだけだ。地図の印を頼りに調査員たちを訪ねてみるか。声かっこいいわ。調査員がいるな。話を聞いてみよう。怪物の死体がひどく損傷しているな。ええ、そのようね。あら、あなたってもしかして。俺はゲラルト、ウィッチャーだ。職業柄死体は見慣れている。総司令から聞いているわ、ウィッチャーさん。調査団一同、協力は惜しまないわよ。では早速頼む。今回の異変についていろいろ知りたい。おそらくその死体も関係しているはずだ。確かにこの死体、様子がおかしいのよ。私の知る限り、こんな捕食痕は初めて見るわ。なるほど、調べてみよう。よし、調べてみるとしよう。頭部、口の形状からして草食だな。アプトノスは草食種のおとなしいモンスターよ。普段は群れで行動するわ。みんな揃って巨体なのか。捕食者側からするとご馳走と言えるな。ええ、大型モンスターが好んで捕食するわ。だから死体があること自体はさして珍しいことではないのよ。胴体、体中に無数の傷跡があるな。小さくて鋭利なもので切り裂かれているわね。鳥類の鋭いくちばしでできた傷だ。群れによる集中攻撃を受けたようだな。骨折し腫れ上がっている。何かに追われ倒れるまで走り続けたようだ。アプトノスが走るのは身の危険が迫った時。安全な場所へ群れごと移動するわ。あたりに他のアプトノスがいないことを見ると、群れからはぐれたところを襲われたか。利口なやり方だ。群れからはぐれたところを狙われたようだ。鳥類による攻撃と見て間違いないだろう。攻撃を受けつつも懸命に走り、ここで力尽きた。おかしいわね。古代樹の森の鳥類が生きたモンスターを襲うなんて、見たことも聞いたこともないわ。他に手がかりがないか、あたりを探ってみよう。私はもう少しここにいるわね。死体の近くに犯人の痕跡があるはずだ。黒い羽、アプトの巣を襲った鳥類のものに違いない。うん、これをたどれば襲われた場所がわかるはずだ。うん、いるいる。黒い羽、群れでの攻撃、犯人の特徴と合致する。一羽ずつ落としていても拉致が分かった。イグニの印。しばらく後。犯人はあの黒い鳥で間違いないな。あれは憎い鳥よ。大型モンスターのおこぼれを狙うおとなしい鳥。生きているアプトノスを襲うなんて信じられない。うん、あの鳥は俺までも狙ってきた。普段はおとなしい鳥がなぜ凶暴化した。ごめんなさい、全く心当たりがないわ。生態が急激に変化するだなんて、よっぽどの外的要因があったとしか。例えば餌となる獲物がいなかったという可能性は。そうね。でも見たところそんな様子もなさそうだし、それにあの統率の取れた動き、一個の生物みたいだった。ずっと環境生物を調査しているけど、あんな動きをする憎い鳥は初めて見たわ。うん、まるで何かに操られていたみたい。
ここ最近古代樹の森で他に変わったことはなかったか。そうそう、少し前に新種の環境生物を見つけたの。夜に一度だけ目があったら逃げられたけど。それはネッカーかもしれないな。小ぶりでにやけ顔、小柄な人型の怪物だ。自分が勝っていると判断したらすかさず飛びかかってくるのが特徴だが、よく無事だったな。そういえばその子の口元に食べこぼしがついていたわ。この森はとても豊かなの。精巧な食物連鎖で日々命が循環しているのよ。誰かを襲わなくても食事に困らないくらいうまくご馳走にありつけているのかもね。うん、大胆な仮説だが、奴が攻撃性を失っている理由として説得力はあるな。だけどしばらく姿を見ていないのよ。どこに行っちゃったのかしらね。危険を察知して逃げたのかもしれん。俺が異変を解決したらまたこの森に現れるかもな。その時が来たら腕利きのハンターに依頼を出すわ。なぜこの仕事を選んだ？簡単よ。子供の頃から生き物が大好きだったの。うん、詳しい話は省くけど、お城の壁を乗り越えてカエルやトカゲやカブトムシを追いかけていたらいつの間にかここにいたってわけ。大した魔法よね。そんな私にジーと若いのがどこまでも辛抱強く付き合ってくれたわ。良い友人は人生を豊かにするというが、どの世界でも共通のようだな。私には過ぎた者たちだわ。おかげでこんなにも素晴らしい人生よ。うん、ではな。気をつけて、ウィッチャーさん。これはおそらく何者かによる強力な魔法が原因だ。もっと情報が必要だな。もう一人の調査員も当たるとしよう。現在位置、それにいくつか印がある。行き先の目安にできそうだ。これは文字だな。解読は難しい。うん、調査員の中に読めるものがいるかもしれない。地図を確認するか。これか。こっからか。おや、そこにいるのはハンターではないようですな。あなたはリビアのゲラルト、ウィッチャーだ。聞きたいことがある。ん、おお、あなた様に協力するようにと総司令から指示が出ておりますぞ。私に分かることなら何でもお答えいたしましょう。奇妙な文字を見つけた。解読できるか。言語のようなものを見つけた。今回の異変と関係があるかもしれない。解読できるか。あなたもご覧になりましたか。それは紛れもなくガジャブーの言語痕跡。ハンターたちによる協力の甲斐あって解読できるようになりましてな。何よりだ。それで何と書かれていた。一大事、王様の木のてっぺん、集まれ、そう書かれておりました。王様の木とはおそらく古代樹を指すのでしょう。あの巨大な木か。登るのは骨が折れそうだ。木の中の一部は空洞になっております。そこを通り抜ければ頂上に行けますよ。わかった、早速行ってみよう。私も参ります。きっと通訳が必要になりましょうから。ですがこの老骨、あなたの見客に追いつくなどとてもとても。お先に向かっていただけますかな。後から必ず参りますので。急ぐ必要はない。では向こうで落ち合おう。どんな研究をしているんだ。私は獣人族を研究しております。アイルーやテトル、ガジャブーといった言葉を使い独自の文化を持つ小さな者たちです。彼らの生態、生活、文化を知るために日々新大陸を走り回っているのですよ。見たところ結構なご老体のようだが。よくぞ聞いてくださいました。この老骨、
お城を抜け出す小さな子を追うのは慣れておりましたが、高さ低さを無視して縦横無尽に駆け回る獣人族にはさすがに手を焼いております。故にハンターたちに追跡を依頼しているのですよ。子供の相手はどこの世界でも大変だな。じゃあな、古代樹の頂上へ向かうとするか。リビアのゲラルトが木登る。ガザブどこだ？レウスとかの寝床かな？騒ぎ声が聞こえる。この先がガザブの集会所か。間違いない。ここが集会所だ。あたりだ。待て。話が聞きたいだけだ。やるしかないようだ。さすが強い。行くよ。ね。到着を待つしかないようだ。しばらく後。ウィッチャー殿、お待たせしました。助かった。早く通訳してくれ。お前強いな。すごいぞ。てっきり怒ってるのかと思ったが寛大だな。この集まりは何だと聞いてくれ。族長を決める集まりだ。前の族長は何かに取りつかれてどこかに行った。探したが見つからない。これは一大事だ。新しい族長を決めなくては。そこにお前がやってきた。お前は強い。資格は十分だ。俺たちはお前を族長にするぞ。もう決定。俺が族長だって？おいおい、冗談だろ。こんなにも喜んでいるガジャブは未だかつて見たことがございません。とはいえ族長就任はあなたにとっての一大事。さてどう答えましょう。就任しよう。ではこう伝えてくれ。引き受けよう。今日から俺が族長だ。やったぞ。足が長くて髪の白い族長だ。お面をかぶれ。踊りを踊れ。慌てるな。よく聞け。俺が族長になるにあたり三つの決まりを設ける。どうぞ。では一つ目だ。全族長がいなくなった時のことを詳しく話せ。分かった。話すぞ。あれは少し前のことだ。突然全族長が何かに取り憑かれたように苦しみ出した。そして苦しみながらどこかに行った。極上の癒し、木の深い穴。
そう言い残して。ほう、取りつかれたようにか。ウィッチャー向けの話になってきたな。で、その極上の癒し、木の深い穴とは一体何だ。族長に伝わる秘密だ。どんな傷も立ちどころに治す族長の特権で、俺たちにはわからない。なるほど。族長は自身の不調を察し、治療しようと秘密の場所に向かったのか。うん、よし、では二つ目の決まりだ。族長は面をかぶらない。踊りも踊らない。食いしん坊偏見。なんだって。そんな族長は許さない。かぶって踊れ。最後まで聞け。では三つ目の決まりだ。全族長が見つかったら、そいつに族長の座を譲る。うん、俺がいなくなった族長を探してやろう。これで文句はないな。本当に探してくれるのか。うん、よし、承知した。もし探し出せたら、お前を族長にするのは諦めてやる。ただし、見つからなかったらお面をかぶって踊りを踊ってもらうぞ。うん、ではそうならないよう全力で探し出そう。癒しと聞いて思いつくのは霊薬だが、この森にバーベナや草の王といった薬草は自生しているか。霊薬の調合に必要なんだ。はて、初めて耳にするなですが。申し訳ありません。私は植物の専門家ではないもので。ですが、編纂者ならばその草や極上の癒しについて知っているかもしれません。調査団の編纂者とは、あらゆる調査結果を記録し、誰もが理解できる形にまとめ上げる専門家。私の知らない森の姿もきっと知っているのではないかと。それで編纂者はどこに。彼女でしたら南のキャンプに待機しておりましょう。あなたに何かあったらサポートするようにと総司令から言いつかっておりますから。わかった、ありがとう。うん、木の深い穴とはおそらく場所を指しているのだろう。この森にそういった地名はあるか。地名はございませんが、場所そのものにもしやという心当たりはございます。うん、ご存知の通り、古代樹の一部は空洞になっており、中を通り抜けることができるのですが、その道筋は実に地上から頂に至るまで。なるほど。つまり木の深い穴とは空洞の最も低い場所というわけだな。いい案だ。行ってみる価値はある。木の中は迷いやすいので、どうかお気をつけて。族長は何かに取り憑かれたようだったと言っていたな。興味深い話だ。俺の経験で言うと、こういった場合は大抵何者かに呪いをかけられている。うん、今この森は私どもの常識の及ばぬ不思議の連続。確かに何が起こってもおかしくはございません。では族長が呪いにかかっていると仮定しよう。彼は呪いを解こうと自ら姿を消した。例えば、そうだ、祈祷師のもとに向かったとか。調査団に祈祷師はいるか。いえ、そういった技能を持つ者は調査団がおろか新大陸には存在しないかと。残念です。この線は難しいか。考えを白紙に戻そう。だが族長が呪いにかかっているという考えはこのまま深めても良さそうだ。それにしても、この謎解きといい、ガジャブーではない俺を族長に従うことといい、奴らが何を考えているのかさっぱりわからん。ウィッチャー殿、それについてはご安心だ。彼らのことは何を隠そう、私もさっぱりわかりません。お互い苦労するな。まったくで。だが、相対したものを理解できないときはどうする。研究対象である以上、避けるわけにはいかないだろう。簡単です。分かり合えないことを理解するだけです。振り返りを知り、受け入れる。ただそれだけ。受け入れるか。共存できる可能性があるだけマシだと思えるがな。よし、もう十分だ。お気をつけて。族長が見つかりましたら通訳に駆けつけましょう。
局長は自らの不調を察し、治療しようと極上の癒しを求めたのだろう。うん、族長が向かった場所を探し出さなくては。まずは編纂者の元を訪ねてみるか。南のキャンプと言っていたな。まずは編纂者の元を訪ねてみるか。南のキャンプと言っていたな。お疲れ様です、ビッチャーさん。調査の進展はいかがですか？うん、まあまあだ。確か君は調査団の編纂者だったな。聞きたいことがある。はい、私に分かることでしたら。この森にバーベナや草の王といった薬草は自生している。霊薬、ああ、傷を癒す薬の調合に必要なんだが。草の王、今のところ新大陸でそうした植物が発見されたという報告はありませんね。どなたか具合の悪い方がいらっしゃるのですか？ガジャブーの族長が行方不明になっている。今回の異変に関係していることは確かだ。奴は不調を覚え、極上の癒しと呼ばれる何かを求めたようだ。それが一体何なのかを探っていた。古代樹の森にそのような薬草は自生していませんが、極上の癒しについてはある程度推測できるかもしれません。聞かせてくれ。この森には傷を癒すのに様々な手段がありますが、最も効果的なのが大回復ミツムシです。大回復ミツムシとは、回復効果を持つ蜜をたっぷりと蓄えた環境生物で、刺激を与えると蜜を撒き散らし、周囲のものの傷をたちまちのうちに癒します。とても珍しい環境生物なのですが、森に根付いた戦闘民族の多さであるならば、大回復ミツムシの居場所を熟知し利用していてもおかしくはないと思います。行く価値はあるな。場所を教えてくれ。古代樹の根元、生態マップでいうと13のエリアです。ありがとう。地図を頼りに行ってみよう。この森にはどんな怪物がいるんだ？興味があってな。大型から小型まで様々ですよ。大空を舞うリオレース、大食感のドスジャグラス、目にも止まらぬトビカガチ、それと毒液を吐く色鮮やかなプケプケですね。草食竜のアプトノスや集団で獲物を襲うジャグラスは小型モンスターの部類に入ります。ウィッチャーさんの世界にはどんなモンスターが生息しているのですか？そうだな、グリフィン、人狼、フォグレット、昼しか現れないヌーンレイス、よりどりみどりだ。捕獲するのは難しそうですね。そうだな、だが始末する方が楽なのは間違いない。ところで、あのハンターはどこに行った？姿が見えないようだが。あの方は現在、森に住まう大型モンスターたちの動きを制する任務の最中です。大型モンスターが現場に乱入すれば、あなたの調査が阻害されます。それを阻止する目的ですね。この広い森をたった一人でか。大したやつだな。あの方は、なんというか、特別です。技量、機転、応用力、何をとっても超一流ですし、何よりも一度決めたことは必ずやり遂げるあの精神力。私は仕事柄多くのハンターと接しますが、あんなハンターは後にも先にも見たことがありません。もしかしたら私は後に英雄と呼ばれる方と同じ時を生きているのかも。英雄か。俺の友人が聞いたら喜んで歌にするに違いない。きっとその日は来ると思います。ここに英雄がいた証、その勇気を誰もが口ずさむ日が。私はそれを信じていますとも。それじゃあな。ご分を。エリア13、大回復ミツムシ。シリは様々な世界を旅したと言っていたが、ここには来たことがないだろうな。だね。
シリの言う通りだ。異世界の旅も思ったより悪くない。メダルが震えている。族長が近くにいるのか。ハンターの装備が悪くない。かっこいいね。ダメ。大丈夫。この粉塵状態の時は近づかない方がいいね。すまない。俺はリビアのゲラルト。お前を探していた。クシモヤンケ。俺を？ああそうか。急に意識が遠くなって急いで治療しようとここに。お前に呪いをかけた奴がいる。俺はそいつを倒しに来た。意識が遠くなった時何を見たか覚えているか。黒い渦を見た。渦の中から枯れ木のような腕が伸び、俺を掴んだ。そこから先はよく覚えていない。黒い渦とは門のことだな。枯れ木のような腕、その主こそが異変の中心にいる怪物で間違いない。お前はここでおとなしくしていろ。俺ならその怪物を始末できる。なぜ俺を助ける？俺にとっての一大事でもあってな。ではな。私はもう少しここで調査を続けます。族長の様子も気になりますので、くれぐれも油断しないようにな。間違いない。族長の異変とも。よし、問題ピケピケだね。頑張りましょう。
ケイヤモル編の森とはまた違った雰囲気だ。うん、わかんないけどウケる。この辺りに調査員がいるはずだな。何か落ちているな。手帳か。使い込まれた手帳だ。調査員の持ち物で間違いないだろう。他にも手がかりがあるはずだ。深く感覚の広い足跡。手帳の持ち主は慌てて走りこの場を去った、うん、足跡は森の奥に続いている。追ってみるとしよう。足跡が急に乱れている。何かに襲われたのか。あたりをよく調べる必要があるな。手帳だ。字から見て同じ調査員のものだろう。手帳の主はこの洞窟に追い込まれたようだ。強く反応している。魔力の影響が残っているな。これは木の根か。何かを追うように一方向へ伸びている。まるで意志があるかのようだ。根の先が示す方向を調べてみよう。行こう。足跡だ。歩幅が不規則になっている。なんとかこの場を切り抜けたようだが、だいぶ消耗しているな。この地に生息する怪物か。異様な光景だ。根による窒息が死因のようだ。捕食された形跡はない、うん、足跡の主は生きているといいが。ああ、来てくれたんだね、ゴキダン君。僕が困っているから駆けつけてくれたんだろ。参ったよ、突然根っこに絡まれてさ。あれ、君ゴキダン君じゃないね。リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。この森の異変を調べていた。ああ、君が総司令の言っていた伝説の。はじめまして、新大陸へようこそ。こんな場所からで悪いけど、僕は調査団のものだよ。植物が専門の、いわゆる学の土佐。手助けが必要か。ぜひ頼むよ。僕がここでくたばったら、きっとたくさんのハンターが困ると思うんだ。それで報酬はいくらもらえる。報酬だって。よくご覧よ、ウィッチャー。僕が貯金をするようなやつに見えるかい。必要経費もろとも総司令に請求してくれよ。それでどうかな。その立場でよく調子のいいことが言えるやつだな。まあいい、なんとかしよう。木の根に随分と歓迎されているようだが、どうしてこんなことになったのかわからないんだ。森の様子がおかしいって言うから調査に出たら、突然根っこが急成長して襲いかかってきてさ、うん、考えるよりも先に慌てて逃げたんだけど、しつこいのなんの。何度も襲われて走り回るうちにここに追い込まれて、ご覧の通りさ。で、話してくれと根っこを説得していた時に君が来たというわけだよ。木の根と話をしていたのか。こんな目に遭っているというのにのんきなやつだな。調査団には優秀なハンターがいるからね。いざという時には真っ先に駆けつけて、信じられないほどの力を振るう青い星が、今まで散々助けられたから今回も来てくれるだろうとつい安心してしまった。でも頼りっぱなしは良くなかったよ。それで少しは懲りたのか。まさか。この現象を早く研究したいよ。こんな機会もう二度とあるもんか。まあそうだろうな。周囲の木々とは明らかに様子が異なる。ただの木の根というわけではなさそうだ。助け出すには少し手荒になるかもしれない。何でもいいから景気よく頼むよ。うん、少々手荒いがイグニを試してみよう。
声かっこいいよな、ケラルトさん。大丈夫か。ありがとう。まったく君は最高だな。まさか魔法使いだったなんて。魔法使いではない、怪物退治の専門家ウィッチャーだ。改めてよろしく、伝説のウィッチャー。僕の話を聞きに来たのかい。ああ、情報が欲しい。ここへ来るまでに同じような木の根をいくつも見た。この世界ではよくある光景なのか。とんでもない、ありえないし、ありえなかったよ。確かに植物が急激に成長する時期はあるけど、それでも今回とは質が違う。僕らの世界では人、モンスター、植物に関わらず、時間の流れとエネルギーの作用は平等だ。何かが異常なまでに成長したとしても、結局のところ自然現象の延長でしかない。だがこの根は明らかに自然現象を超えている。僕は今のところそれを説明する術を持っていない。それでも説明するとしたら、それこそ君の使う魔法とかね。なぜ襲われた？心当たりはあるか？さっぱりだよ。手帳を広げて記録をつけていただけさ。他に気がついたことは？実を言うと、捕まった時捕食されることを覚悟したんだ。でもその気配はなかった。うん、君も見たかい？プケプケというモンスターが根っこに絡まれて命を落としていたの。彼らにも捕食された痕跡はなかったな。根の届く範囲のものを手当たり次第に襲っているということか。根の操り主は随分と縄張り意識が強いようだ。植物にも縄張り争いはあるけれど、こいつの縄張り意識は植物のものとは思えない。怪物そのものだよ。うん、植物学の道を選んだのはやはり植物が好きだからか。どうだろう、好きなのかな、それとも嫌いなのか。好きじゃないんかい。僕ら竜人は人より寿命が長くてね、少しばかり長く生きると分かってくるんだ。この世には去りゆくものがあまりにも多いって。だけど植物の歩みはゆっくりだ。僕の生きる道にどこまでも付き合ってくれる。つまり僕は彼らと付き合うことで人と関わることを失うことを投げ出したのさ。臆病者だと笑っても構わないよ。笑われたり嫌われたりするのに傷つかないともう決めているから。喪失を恐れる、それは人であるなら当然のことだ。不思議なものだよ。今は植物のおかげで調査団として毎日誰かと関わっている。かつて僕が投げ出したものを植物が運んできてくれたことに感謝しているよ。そのプケプケとやらはどんな怪物なんだ？潮流種に属する大型モンスターさ。鮮やかな色の羽毛が特徴だよ。目が大きくて舌が驚くほど長いけど、よく見れば愛嬌のある顔をしているんだ。君もぜひ見てみてよ。機会があればな。いいか、もう面倒を起こすな。俺がいつでも助けに現れるとは限らない。もちろんハンターもな。そうだね、サンプルも手に入ったし、しばらくここでおとなしくしているよ。それじゃ君にブーンを、ウィッチャー。分かったから静かにしていろ。動植物を操る知恵もある。間違いない、異変の元凶はレイシェンだ。俺とネッカーをこの世界に飛ばしたのも奴に違いない。豊かな森の影響か、より強力になっているようだな。奴のトーテムを探さなくては。この森の中心にあるはずだ。地図を確認するか。あの怪物はひどくやられているが、まだ息がある。愛してるぜプケプケ。うん、次は用心する。
だね。サイドケース瀕死のプケプケ進行中。メダルが反応している。近くに当店があるな。レーシアの当店だ。こいつを壊せば姿を現すはずだ。頑張ろうぜ。強いよ、ビッチャー。メダルの震えが止まった。魔法で操られていたのか。レーシェンはこの森の怪物を従えている。警戒が必要だ。さあ姿を見せろ。大丈夫大丈夫。大丈夫。大丈夫。逃がしはしない。とにかくプケプケと合流してからだね。問題は
あ、やばい、どんまい、これはしょうがない。よし、あ、俺が、あ、オッケーオッケー、毒になった。え、どこ？あ、いた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 。危ない、危ない、ナイス。危ない、危ねえ。
しまった。大丈夫。よし、ゴー。とにかくプケプケと合流してからなんですよね、勝負は。頑張ろう。止まり。止まり。
さあこっからだ。プケプケ絶対守るからな。さあこっから本気だ。違う違う。危ない。助けた怪物か。頑張ろうね、ケケ。オッケー。あ、
け。あーやばい、ピケピケ負けないでくれ。ああマジか。オッケー、愛してるぜ。つけつけ、愛してる、よかったね。食いしん坊やんけ、かわいい、食いしん坊やんけ。またね。この森の生態系を養分にした強力なレーシェンの素材だ。調査団に渡せばいい研究材料になるだろう。いいね、素晴らしい、完璧だ。これがすごい役に立ったね。調査団の依頼でこの森を調べていた。例だったら彼らに言ってくれ。かっこいい、イケメンだわ。では伝えてくれ。これまで1の部族のみが力を貸していたが、今後は2と3の部族も力を貸す。へえ、わかった、必ず伝えよう。ありがとう。クイヒンボー、悪くない、ハンターの武器も悪くない。プケプケは？あ、プケプケはないんだ。
イベントはね。君のおかげで問題が解決した、礼を言う。食いしん坊やんけ。ありがとうございました。うん。元の世界はどうやって？レイシェンが作ったもんが一つぐらい残っているだろう。あのハンターはどこだ？怪物退治をしていた間、邪魔を防いでくれたと聞いた。あの者は優秀であるがゆえに多忙でね。君がレイシェンを討伐するのを見届けてすぐ別の任務へと向かった。君によろしくと。うん。では報酬を。残念だが、こちらの通貨は俺の世界では使えない。かっこいい。それはハンター。かっこいい。奴を倒せたのもハンターのおかげだ。それとこれも。うん。これは？ルーン石だ。ハンターは魔法とは無縁と聞くが、俺の世界では物に魔力が宿ることがある。これを使って。ある程度の炎を呼べるだろう。また奴が現れたら、次は君がやれとハンターに伝えてくれ。それでは世話になった。元気だ。ありがとう。愛してるぜ。かっこいい。ピケピケがいるんじゃない？に違いない。あ、ピケピケがいるよ。うん。あ、アイルもいる。食いしん坊やんけ。ありがとう。あ、泣ける。こんなんダメだわ。助けた霊か。ありがとう。お前たちとは仲良くなりそうだ。うん。だが俺は依頼を受けたにすぎ、これは彼らに渡してやってくれ。調査団の最も優秀なハンターに。ありがとう。いつかまた会おうと。プケプケ、なんか今日通って嬉しいね。さらばだ。受ける。素晴らしい。完璧ですね。攻撃術きた。研究レベルアップ、レイシェンレベル4。族長からお礼に、鬼面族の大砲撃による、手助けを受けやすくなりました。ギャラリーに新しいイベントシーンが追加されました。すべての異変を解決したため、ギルドカードに新しい称号、ワイルドハントが追加されました。愛してるぜ。